ンポン。うわー、疲れました。これにて完結です。実はネタレスしたら大根の話を持ちかけられたのが始まりでした。本当は話のネタなかったのですが、ご好意を無駄にするわけにはいかないので流行りのネタで挑んでみた所存です。以下ゆかりたちのみんなへのメッセージをどうぞ。みんな見てくれてありがとう。ちょっと腹黒なところも見えちゃったけど気にしないでね。いやありがとう。私の可愛さは二十分に伝わったかな。見てくれたのは嬉しいけどちょっと恥ずかしいわね。見てくれてありがとうな。正直作中で言った私の気持ちは本当だよ。ありがとう。さでは皆さんありがとうございました。ってなんで俺くんが。改めまして、ありがとうございました。本当の本当に終わり。待てこら、え、じゃねえよ。うちらは何を見せられたのかを説明しろよ。空気をご存知でない。ご存知でないわ。誰が知っとるねん、そんな。元ネタは2012年11月11日に、2ちゃんに立てられた魔法少女マドカマギカの SS スレ。SS 自体もなかなかの作品だが、その作者の後書きが面白みがあるとしてネタにされた。あら、ウケる。ですよね。ねえ。何うちがおかしいの？あはは、そんなんは知らんのか、あかりは。この世の常識やで。こっちを見ろ。あ、すげえな。よし、みんなで空気をやるぞ。おい、待て。何勝手に盛り上がってんだ、お前ふざけ。嫌なんでうちがメインでやることになってんだ。くそ、そんな期待の眼差しを向けられるとやめづらい。頑張れ。お前は後でしばき倒す。やけくそや。ぐー、疲れました。これにて完結です。実はネタレスしたら大根の話を持ちかけられたのが始まりでした。本当は話のネタなかったのですが、ご好意を無駄にするわけにはいかないので流行りのネタで挑んでみた所存です。以下ゆかりたちのみんなへのメッセージをどうぞ。みんな見てくれてありがとう。ちょっと寝袋なところも見えちゃったけど気にしないでね。もう魚臭っ。いやー、ありがとう。私のカバー、かわいさ。落ち着くんや。見てくれたのは嬉しいけど、ちょっと恥ずかしいわね。隠れて喋るからうんこが喋ってるっぽくなってる。見てくれてありがとうな。正直、作中で言った私の気持ちは本当だよ。誰だよ、ありがとう。さっきからパサパサうるせえなと思ったらお前か。では、皆さんありがとうございました。ってなんで母さんが。なんで母さんが。これからも私たちの旅は続く。